死ぬから、この一瞬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 いつも言ってる、一瞬一瞬この今、今この瞬間なあ、いつもこう言ってる通りでいつもコッペのように言うけど、俺はコッペのようにこの滝も神聖かまっちゃんは俺は死ぬまで続けて続けるから、ずっと言い続ける。今この一瞬しかない、分かったかみんな。それは分かってんのか、もし分かってなかったらどうでもいいんだけど、俺はな、それは言いたい。俺は自分に言っている。今この一瞬をもう吐き出したい。だってそんなもん死ぬんだから、みんな、俺もお前も。だからさ、これ叩きつけようぜ、今ライブハウスに。ロックンローラーなりゃあない。昨日の夜、駅前伝いさて、僕はビートルズを書いた、セックスピストルズを書いた、ロックンロールというやつだ。しかし何か言いたら全然わかりません。そう、エブリーとってメモも取ってよ。なんだ全然なり合わねえんだよ。グーダー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 オーケーない。お前この後、この曲終わった後、俺たちもう心臓麻痺で死ぬかもしんない。そんぐらいだからさ、だからお前ら一人一人もっともっと来いよ。精神解放させて。分かったかだから行くぞ、お前ら来いよ、くれよ。 Yeah もっと Yeah もっとくれよ。 Yeah もっとばっかだろお前ら。俺もそうだぜ。俺はイラッとすることもあるし、そう死にたくなったこともみんなが知ってる通りあったりするもし、もうなんかマジでチッて
ねえ、モノくんもなんかあったりするわ、なんかそういうのなあ。最近モノくんイラッとすることとかあったかい？なんかイラッとする、お前なんかイラッとすることばっかだよな。ああ、うん、でもお前らみんな、そうだよ、電気毛布使え。やったよこれ、本当にイラッとしてた、ね、冬値上げ出すな、暖房使うな、電気毛布使えって言ってた。最近イラッとしたこと、ね、雨が降っててね、中学生がね、中学生の女の子がね、帰ってたんだけどね、あの親父さんがね、こう肩みたいに肩をうって渡してたんだけど、女の子手にこたってて、なんか見ててかわいそうだった。イラッとしました。そんなことなで僕もね、お前のことが本当にね、そんなことはいろいろあるってことではわかるけど、俺は自分のやっぱ精神顔をできるとか、やっぱさっきも言ったように、いつも言ってる通り、もう本当にもう俺はビバルゲバル物語からずっと言ってることなんだけど、同じなんだよ、ここがな、やっぱそうだなね、やっぱな、精神科よ、やっぱそれはね、お前らも絶対そうだと思うしな、他のね、バンドのライブでもな、うん、他のバンドなんか行くんじゃねえよ、この野郎、行ってもいいよ、この野郎、おかしくなーって、いや、くすーなー、ほんと少女先生、きっと爽やかな朝、ベランダから嫌味のようにね、殺ってくれ、ほんと憂鬱させ、僕は目覚ましテレビの占いで呪いを化けにかけているよ、ママが早く消えよって、そりゃまセカセカ朝ごと、パパが変な棒をバタバタさせた、同じ一日がやってきます、そういうことにしそいなので、今日も朝の日差しに包まれて、もうおいラッパン、さわやかな空朝がとても清々しいや、イラッとするなって、お茶にはせんよ、さわやかな空
あと